大正5年5月の石巻競馬場の開催風景石巻競馬場は現在の宮城県石巻市、門脇青葉西蛇田新下前沼蛇田、新東前沼にかつて存在した競馬場。1915年5月に設置、競馬が開催され春季と秋季に競馬を開催したが、1929年頃に宮城電気鉄道の線路用地として買収されたため、 閉鎖された。当時の故障は石巻競馬場であるが、石巻競馬場と呼称される競馬場は他に、昭和初期の石巻競馬場と戦後の石巻競馬場があるので、本校では混同を避けるために石巻競馬場と表記する。競馬開催にあたり農林大臣に補助金を申請する書面に添付されていた略図大正14年8月18日付。 石巻市第五巻ヘビタ村市や石巻市市第23編第3章によれば、大正4年にヘビタ村村長、遠藤昌平氏が会長となって、ヘビタ競馬協会が発足し、個人所有の田んぼと、村有地の家地を買収して、競馬場を設置したとある。同氏には、草競馬ながら、自陣の圧倒的な精鋭を得て、 老若男女弁当三州で楽しんだとの記述が見られるが、1、県の馬さん奨励に応じての開催であったこと、2、春秋2期の開催であったこと、3、他にも花競馬が開催されていた4、勝馬投票権があったと記述されていることから、この下りは草競馬ではなくて、公式競馬のことを示すものと思われる。解説当初は2万人の入場者があったとされ、大人10選、 小人5線、勝馬投票権が50線であったという。大正14年8月18日付の農林大臣宛の補助金申請書類によれば、一周は800メートル、内拉致は木柵、外拉致は土塁、土塁の上に審判所があり、他に県領所、商店事業所、観覧席、救護所、騎手場所控え所、馬つなぎ所、事務所等の設備があったという。 大正5年発行の押下軍案内紙に、青葉神社の北隣に石巻競馬場があるとの記述がある。大正14年の農林大臣宛補助金、交付申請文書に添付された敷地略図には南北に長い半マイルの大円コースが描かれており、敷地の南北の長さは少なくとも300メートル程度はあったと思われる。青葉神社の北隣からさらに北に三百メートルほど、 進むと JR 仙石線をまたいで新東前沼に至る。これは石巻市市第5巻の仙石線がこの付近を通過したため移転したとの記述とも一致する。これらのことから大正期の石巻競馬場は現在の石巻市、門脇青葉西蛇田新下前沼蛇田新東前沼に存在したと推定される。 以下に、石巻ヘビタ競馬の開催記録のうち、現存するものを記載する。対象4年5月15日石巻ヘビタ競馬の番組表対象4年5月16日石巻ヘビタ競馬の番組表優勝場プロフィール当初は5月5日、6日の開催の予定であったが、雨天のため開催を順延し5月6日、7日の開催となった。申し込み等数新馬16等。 小馬13頭であった。大正6年5月6日、石巻蛇田競馬の結果大正6年5月7日、石巻蛇田競馬の結果大正7年周期の開催は9月12日、13日に行われた。申し込み等数新馬35頭、小馬10頭であった。大正7年9月12日石巻蛇田競馬の結果大正7年9月13日石巻、 ヘビタ競馬の結果、ありがとうございます。